残された方法は一つのみのようだな。パフ、本気か？そんなことをすれば。分かってる。実を言うとね、私怖い。でも他に道はない。いいえ、もう一度最後にあの人に連絡を取ってみましょう。分かった、試してみる。私の声が聞こえる？ OS の中の能力者さん、もし聞こえているのなら、全てを見ているのなら、どうか手を貸してほしいの。お願い。よかった、手を貸してくれるの。ありがとう、ありがとう。よかったね、アロマッチ。私コリン・ニューマン・ジュニアからもあなたに最上級の敬意を。ミスター・ジャクソン、さあ私たちの作戦をお教えしよう。ああ、よく聞いてくれ。二人で行えば一人に対するダメージは半分で済む。だがそれでも危険であることには変わりない。俺の指示通りにやるんだ。ロボの準備もできてる。よし、始めよう。外の状況はどうだ？ロボは大丈夫。外は今、サバンさんとミラーさんがどうにかしてくれてるからしばらくは問題ない。されることはない。我々の精神を削ろうとしているだけだ。私はお前にそのような世界を作ってやりたかった。だがこれからこの前が自分で作るんだ。彼女の記憶は OS 空間の記憶と混同し始めてる今なら。でも急いで、ロボが耐えられる負荷はもう限界まで迫ってる。
ヒートする。私は大丈夫、無理やり中に入ってみせるから。みんなはここを出て。もうダメ、ロボ。どうした？ロボが自分のシステムにロックをかけてる。これじゃシャットアウトできない。我々がアクセスできる時間を引き延ばすためか。好き勝手に出入りできる状態ではないということか。ロボ、何をしてるの？もうやめて。このままだとあなたは。私たち、いや、くそく。お願い、私を殺して、早く。二人とも、今だ。何？アクセスが中断されたか。ロボノラ、こっちのことは気にしなくていい。あなたたちは、あなたたちのやるべきことをやって。あなたは、お願い、私を殺してして。早く、お願い。苦しい。もう、僕は苦しいから解放されたい。もう、誰も殺したくない。私は、ただ、ごめんね。